って佐々木明まれがポスティングでメジャー調整へ球団が容認。ロッテは9日佐々木明まれ投手のポスティングシステムによるメジャー調整を容認したと発表した。申請期限は12月15日でメジャー全30球団に契約可能選手として通知されると、全球団との交渉が可能になる。手続き後の交渉期間は45日間。佐々木は25歳に満たないためルール上はマイナー契約しか結べず、最大30球団による争奪戦に発展しそうだ。ローマレポスティングマジじゃねえか。おめでとう佐々木、遅かれ早かれこうなってただけの話や。さよなら。おいおいおい、悪しき前例作ってしまったじゃん。なるほどね、だからは区分けなかったんだな。やっぱ優勝する気なかったんだな、もう知らねえわ。こんな選手を指名したのが間違いだったのでは。ロッテとしては何も得るものがなかったな。里崎に何言われるか楽しみやな。2025年の手お疲れ様でした。やると思ったよ W、 ないない言ってたやつはどんな気持ちだい W。 サイドレター否定はこれが現実だぞ。大した働きもせずに出ていくのかいわてのクソ野郎は。ひどすぎて草。密約あったんだな。電通の勝利 W。 サイドレターはあります。ならなんでドラフトで中村なり佐藤なりいかんかったんやて。佐々木明まれロッテ譲渡金1億4800万、最高大草原ですわ。里崎ボロクソに叩いてくれ。結局5年間しかいなかったのか W。 規定投球回は何回もらえる保証金10億円以下。今まで佐々木にかけてきた金で赤字だろ。ドライチで取ったの無駄じゃん。ドラフト指名から契約完了までかなり時間かかったでしょ。そういうことだよ。せっかくくじ当てたのに規定到達ゼロの貢献で二束三文で売り払うとか終わってる以外の感想がない。本当に意味がわからんのだが、25歳ルールどうしたんだよ。裏金100億くらい受け取ったのか。山本由伸オリックス譲渡金74億9300万円。佐々木明まれロッテ譲渡金1億4800万、最高アホやろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。